おはようございます、こんにちは、こんばんは、はじめまして。いつも見てくださってる方ありがとうございます。ご無沙汰しております、なっこねるです。お正月明けて2022年初の動画撮影となっております。2022年始まってから半分以上過ぎちゃいました。もう日常に戻ってきました。今年はあっという間に仕事に戻らなきゃいけないみたいな。ただ私は新年早々ちょっと体調崩しまして、仕事を休まざる得なくなりだいぶお休みさせていただいて、復帰するのが結構遅くなっちゃったんですけど、まあなんかそんなこんないろいろやりつつバタバタ生活し、やっと1本目撮ろうと思います。シンプルに食器を洗う動画になります。アルコールとか触ってると仕事柄手を使うんで手がちょっと荒れてます。あとね、爪が割れちゃうから深爪になっちゃった。割れるぐらいだったら切っちゃおうと思って切っちゃいましたね。食器洗ってきます。この後音だけになります。よかったら見てください。それではどうぞご覧ください。
はい、洗いました。終わりたいと思います。この動画がいつ頃アップロードされるか分かりませんが、なるべく1月終わらないうちにアップしたいと思います。ちょっとね、1月新年早々くじけちゃったんで、なかなか動画やれなくて全然数が増えてないんですけど、地道に動画を見てくださったりコメントしてもらえるととっても嬉しいです。もしこの動画気に入ってもらえたら、他の動画もおすすめで出るので見ていただければと思います。チャンネル登録もお待ちしてます。はい、これは薄手のビニール手袋かな。バラと蝶々と爪があったね、そんなデザイン。はい、ありがとうございました。バイバーイ。With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you.